こんにちは、ジンカラの妻です。ジンカラです。このチャンネルは現在試行錯誤しながら動画を更新中です。皆様の応援が力となりますので、少しでも気になった方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。登録くださると感激します。ではお待たせしました、本編へどうぞ。プロ4年目となる奥川恭伸選手は今季1軍での登板がありませんでした。1軍では2022年の3月29日の巨人戦以来登板していません。奥川選手の復帰はいつになるのでしょうか。奥川選手には個人的に思い入れがあるので、完全復活を心待ちにしています。この動画ではヤクルトスワローズ奥川恭伸選手の復帰についてお話しさせていただきます。この動画は4つの構成でお話しさせていただきます。では早速いきましょう。奥川恭伸選手とは、奥川選手は石川県かほく市出身のプロ野球選手です。ポジションは投手、右投げ右打ち。小学生の頃から野球を始め、持ち前の身体能力の高さからめきめきと頭角を現していきます。かほく市立宇野木中学校時代には軟式ながら全国大会を制覇、全国大会優勝投手の看板を引っ提げ、石川県の名門星稜高校野球部へと進みました。星稜高校では1年の春からベンチ入りし、2年生の春から4大会連続で甲子園に出場しています。同級生には中学からバッテリーを組む山瀬慎之介選手がおり、1つ下の学年には同じヤクルトへと入団する内山壮真選手がいました。内山選手とはプロ入り後も一緒に EXILE のライブに行くほど仲が良いのだとか。微笑ましいですね。奥川選手が3年生の時の夏、最速150キロを超えるストレートとキレの鋭いスライダー、正確な投球術を武器に甲子園決勝まで進みましたが、井上康太選手が4番を移り走者に敗れ、最後の夏は準優勝という成績で高校野球を終えました。当時の決勝戦を見ていましたが、優勝インタビュアーが井上選手に、奥川選手はすごかったですか、奥川選手はと奥川選手のことばかり聞いていて、少し不憫に思いました。奥川選手がそれほど注目を集めていた選手だったということはできるのですが。そして2019年のドラフト会議で、ジャイアンツ、タイガース、スワローズの3球団が奥川選手を1位指名し競合。抽選の末スワローズが交渉権を獲得し、入団合意に至りました。プロ入り後の成績、プロ入り1年目の2020年は1軍での登板はわずか1試合でした。高卒の投手なので珍しくはないのですが、奥川選手の高校時代からの完成度の高さを考えると、もう少し早く見たかったというのがファンとしての気持ちでした。しかしその登板成績は2回を投げ5失点と、まだまだ1軍の壁を感じさせる成績でした。翌年2021年は大きく離脱することもなく、中藤かというゆとりローテではありますが、18試合に登板して9勝4敗。これはスワローズ待望の絶対的エース登場かとファンたちは大興奮。来年には最多勝争いに絡むなど、今季以上の成績を期待していましたが、そうはならないのがプロ野球の難しいところですね。怪我の具合は、2022年唯一の登板となった3月29日の巨人戦で右肘を痛めて登録抹消。新型コロナウイルスの感染もあって、2022年は2軍での登板もありませんでした。詳しい怪我の状態は発表がありませんでしたが、靭帯を損傷したという情報が流れ、トミー・ジョン手術を行うのではないかという憶測も飛び交いました。しかし手術を回避し保存療法を選択。肘に負担のかかりづらいフォームへと修正し、肘にメスを入れずに復帰を目指すことになりました。そして2023年の4月18日、2軍ではありますが、1年ぶりにプロのマウンドへと戻ってきたのです。2023年は2軍で7試合に登板し、0勝4敗で防御率は 6.49 となかなか難しい成績でした。
しかし球速が150キロを超えるなど、以前の奥川選手が戻ってきたように感じていたのは事実です。しかし7月4日、アメリカンノックを受けていた奥川選手は左足を捻挫。スタッフに肩を抱えられながら球場を後にしました。そろそろ一軍登板か、と思われていた中での怪我。一番がっかりしたのは奥川選手本人かもしれませんね。奥川選手の復帰時期。奥川選手は捻挫した後、ランニングやキャッチボールを行っていたようですので、足首の状態はそこまで悪くはないのだと思います。そしてついに、2軍最終戦の10月1日に、1回11球、2奪三振の好投。この時の最高球速は146キロでした。そしてシーズン終了後に始まる教育リーグであるフェニックスリーグに参加予定との報道。そしてフェニックスリーグ初戦は奥川選手が登板すると発表されたのですが、雨により試合は中止になりました。雨での中止ならばまたスライドして登板するだろうと思っていたのですが、なかなか奥川選手の出番は来ません。そこで10月18日の報道。上半身のコンディション不良によりフェニックスリーグでの登板を回避し、一足先に東京へ戻ったとのことです。上半身のコンディション不良って喉とかじゃないですよね。きっと肘です。ああ、一体どうすればいいのでしょう。本当にトミージョン手術が必要な状態なのかは分かりませんが、これだけ再発しているとなると来季の一軍復帰も確実ではありません。今回は奥川恭伸選手の復帰時期についてお話しさせていただきました。ドラフト1位ということだけあって人気のある選手ですので、早く復帰してほしいものですね。私も奥川選手の復帰を心待ちにしています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。